シモンです。さあ今日も行きましょう。日常会話で使える便利な英語表現です。今日の表現は運動不足です。さあこれを英語で何て言うでしょうか。3秒お考えください。はい、それでは答えです。答えは I'm out of shape。 運動不足と言いたいときは私たちはこの表現を使います。 in shape っていうのは体がしっかりと出来上がっている筋肉とかで、それが体力があるという表現です。ちゃんとした形の中に収まっているというイメージです。この表現では out of というのを使っていますよね。この場合はちゃんとした形に収まっていないという感じになります。発音のポイントです。 I と短く発音して、今度は叫び声の A が入るので、 I'm out of shape。 I'm out of shape。それではバリエーションいきましょう。 I don't exercise much。 運動はあまりしません。発音のポイントは I と don't が I don't と素早く発音されており、 exercise で much。 I don't exercise much。 次は I work out once a week。 週1回筋トレしています。 work out っていうのが筋肉トレーニングです。そして once a week、 週に1回やっています。発音のポイントです。 I work からの count になります。 I work out で once a week。 I work out once a week。 次は You're fit。 体ががっしりしっかりしてますね。しっかりと筋肉がある人に対して使います。発音が You're と短く、そして fit、 最後に T を軽く添える感じで OK です。I play futsal once a week。 フットサルを週1回やっています。発音が I play futsal なので T は発音しません。 futsal ではなくて futsal、 foot ってしっかり止めて sal で once a week。 I play futsal once a week。 最後は I wanna get better。 上達したいです。これは何にでも使えます。英語の勉強、英語のスキルも I wanna get better と言えば、英語を上達させたいっていう表現になります。発音のポイントは I want to をAmerican pronunciation では wanna とも言います。 I wanna で get で better、 better、 I wanna get better です。 OK、 今日はここまでです。Thank you very much for watching and I will see you next time. Bye. 定期的に動画をアップしていきますので、一緒に英語を楽しく覚えましょう。